マトバ TV。 関さんのラジオに遊びに来てます。こんにちは、ヒルカイル人南の関です。はい、FM ギノワさんの方に来てます。暑いのか寒いのかあのね、今日話すネタがね特に何もないっていう打ち合わせだったんで、はい、まあでもそこはやっぱりね、あのプロの正規さんにお任せして、今日はちょっとまとま TV はラジオ正規さんの、いらみね正規さんの昼からイブニング突撃してみたっていう回でちょっとやっていきたいと思います。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、あの健太郎とあの2人も特別なゲストですから、あのちょっとね、他に聞けないようなあのネタを用意してますんで、そちらをちょっとあの3人で予約して、もう振り振りがないから怖い見ようと思ってますはい、皆さんこんにちは。時刻は午後2時30分を回りました。昼からイブニング、イラミナ正義です。暑いのかあ、本当ね、話すことないとこういうことになるんですね。もうふざけんのもいい加減にしろと、怒られそうな気もしますけれども、まあまあ、気を取り直して改めてよろしくお願いしたいと思います。さあ、本当に暑いのか寒いのかわからん2月ですけれども、半袖の方どのくらいいらっしゃいますかね。今日車でここ向かう途中も歩いてらっしゃる方はほとんど半袖だったような気もしなくもないですけれども、なんか今週いっぱい少し天気悪い日が続くみたいですからね。まあ、今は宜野湾市上空ちょっと雨落ちてないですけれども、ドライバーの方は安全運転お願いしたいと思います。さあ、この番組ではゲストとともにお話ししながら小ネタにできるようなさまざまなランキングを紹介していく情報バラエティ番組です。昼と夕方の間の30分どうぞ何かしながらお楽しみください。この番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスは 797@fmkino1.com 797@fmkino1.com です。長めですね。じゃあ基地変換、基地変換されてます。これ広い土地欲しいな。改めまして、こんにちは。昼からイブニング、イラミナ関です。それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。なんか久しぶりな気もいたしますが、健太郎と石峰さんです。よろしくお願いします。雑なんか紹介雑になってるけどよろしくお願いします。今日も楽しみにしてました。もうおなじみなんで、はい、改めてどこを言う必要もないですけど、純レギュですからね。はい、あ、そうなの。あ、そうです。そうですよ。ありがとうございます。あ、今日暑いですか寒いですか。今日ちょっとね、セーターつけてるから、まあ、いいぐらい寒くもなく暑くもなく、ジメッとしますね。ちょっと天気がこういう天気なので、はい、ジメッと蒸し暑い気がしますけれども、うんうん、今日は30分3人でクールなトークしましょうね、はい、イエーイイエーイ、はい、どうですか、あの、まあ、久しぶりな気もしますけれども、まあ、ちょいちょいお会いしたりお会いしなかったりだったりするんですけど、はい、どうですか、最近なんか面白いことありました。あ、僕ありましたよ。あ、なんですか。結婚しました。おお、お、お、面白い面白い、はい、面白いそれ。石峰さん、いかがですか。はい、最近漫画にハマってます。あ、漫画ですか。はい、面白い。面白いです。いろんな漫画にあります。あ、本当ですか。はい、ちょっと漫画の話を置いときましょう結婚スルーするわけにはいかないですけど。そうですね、はい、ありがとうございます。健太郎、結婚した。はい、結婚しました、9月に。ありがとうございます。去年の9月に結婚しました。9月。はい、ずいぶん経ってる気がしますけれども。いや、すいません、顔出さずに。いえいえ、まあ、ご結婚されていかがですか。なんか変わったことありますか、ご自身で。毎日幸せです。あ、いいですね。あ、立ちますね。信仰ある。いや、ね、今のうちだけですよ。いや、もうあれなんですよ、あの朝起きるじゃないですか。隣に見たら奥さんいるじゃないですか、うんうん、で朝チュッてして目覚めるんですよ。もう最高。はい、あれ、なんだこの場合。あれ今日なんかあの呪ける気満々できたんですけど、今日はそういう趣旨じゃない。帰りまでに一つ呪いをかけたい。わかりました。石峰さん、はい、漫画。漫画、最近、あやのさん、自分家で漫画読まないんですよ。会社で読むんですよ。どういうこと。家で読めない。アマゾンで発注して事務所に届けてもらうんですよ。あ、なるほど。なので最近残業が続いてます。ただ漫画のせいじゃなくて、残業っていうか、それ早く仕事って帰りなさいよ全くもうな2人なんですけど、今日ね、まあ、2人が来た時にと思って、はい、ちょっと温めてたネタというか、お、大事な、まあ、言ってもお二人それぞれ、健太郎はまあいろんなことをやって、映像関係のいろんなことをやって、はい、石峰さんも求人やったり、はい、人といろいろあったり、いろんなことをされてるじゃないですか、はい、やっぱね、僕から見てもお二人は、他の人と比べて観点が違うと思ってるんですよ、観点を。へー、ちょっと特質な、はい、
感じなんですよ、はい、特殊なんで、そうなんですね。そんな2人を踏まえて、はい、今日はですね、あのまあちょっと永遠のテーマでしょうね、生きていく中で、はいはい、あの傷つけずに鼻毛が出ていることをうまく指摘する方法、はい、これをもうとうとうこの番組で終止符を鼻毛問題に終止符を打っていこうという、あれ、傷つけずにですね、そうそうそうです、ここが大事なんですよ。傷つけていいならいくらでも言いようがありますけれども、はい、まあ、あの例えば相手が男性女性の場合ありますわ、まあ、そうですね、はあ、これ結構大きいですよ、大きいんですよ、はい、僕ら男性ですから、うんうん、まあ、言ったら男性に言う分には別にいいんですよ、どうでも、うん、鼻毛出てんぜって言えばいい、うんうん、問題は女性です、うんうん、難しい。それなんかね、友達なのか恋人なのか、それとも取引先の人なのかとかにもね、なんかよりますよね。はい、そうです。例えばじゃあレベルがめっちゃ高いのって取引先の人とか、うん、初対面の人だと思うんですよ。じゃあその人にどんなやってその傷つけずに鼻毛出てるようアピールできるかってことですか。なるほど、じゃあまずその年代からいきましょうか。おお、相手が取引先、初対面、もしくはそんなに親しくない関係の女性に、はいはい、女性が鼻毛出てた時にどうやって伝えるかっていう、あー、わかりました、伝えるですよ、伝えないっていう選択肢ないですからね、はい、あ、思いつきました、思いつきました。ハーゲンドライお願いします。いいですか。はい、で、じゃあ、わかりました、対面して、じゃあ初めましてっていうところで会っていろいろ話して、あ、鼻毛出てるって気がついちゃった時、はい、あ、じゃあせっかくなんで石峰さん女性役やってください。はい、あ、で、まあ話して、あ、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。石峰さん、はい、ちょっとね、鼻にほこりついてるから帰りちょっと見た方がいいですよ、鏡とかで。鼻にほこりついてるからちょっと取りにくそうなんでね、見てみてください。じゃあお疲れ様でした。完璧、ほこりについてましたね。どうですか今女性の気持ちであれちょっと押しが強かったような感じがあるんで難しいな。鼻毛ってはっきり言おうと思いました、ね、なるほどね、はい、逆に遠回しで言うことでこいつワンチャン狙ってんじゃないかって、ワンチャンそういうふうに思われても仕方ない。まあそこまでないと思うんですけど。よくないですね。鼻毛か。鼻毛。僕は一個あるんですよ。じゃあ今度石見さんも。あ、じゃあ僕が。女性の。はい。どうも今日ありがとうございました。ありがとうございます。あの帰りにホームセンター行ってちょっとバールでも買って帰ろうかなと思います。わかりにくい。いや、ほら、鼻毛出るときバールみたいに出るときあるじゃないですか。じゃあ、それ引き抜くみたいなニュアンスね。はい、抜くっとかけ、はい、あ、ダメです。なんか、でもすごいわかりづらかった。あ、そうか、わかりづらかった。はい、じゃあ、はい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 、じゃあ僕、どっから受けますか。じゃあ、ケンタロウが受けてください。はい、はい、はい、あ、今日はありがとうございます。ありがとうございました。あ、すいません、なんか、ほくろついてます。どこにですか。鼻の下に。あ、ちょうど鼻の下、ほくろちょうどあるんですよ。これなんか自分のチャームポイントで。すごい自慢。すいません、わかりづらい。はい、はい、なんだこのぐだぐだか。ほこりのパクリ疑惑が今浮上してます。ほくろはわかりづらいでしょ。どう考えてもわかりづらいでしょ。ちょっとあなたたち、前振りで、ちょっと人と違うみたいなこと言ってるんですから、はい、何一般的な回答してるんだ。しまった、これボケるとこだった。真面目に言っちゃった。ちょっと取引先とか初対面っていうのはなかなかハードルが高いので、はい、もうちょっとレベル落として、はい、10代の女子。10代女子レベル、いや高くないですか。大丈夫大丈夫それ。10代の女子に鼻毛が出てることをうまく伝えてあげたいことなんですけれども、はい、何かいい方法ありませんか。なかなか10代の女性と絡むことないですね。今は少ないと思いますけど、ないですね、これから先ないと生きれないですからね。うん、確かに。なんだろうな。あ、はい、僕じゃあ先に言ってください。ねえ、自撮りして遊ぼうよで、こう自撮りのこう鼻をアップにする。おお。そうきましたか。すっごいもの大変だけど、反応が反応が淡白でもう燃えますね。あ、でもね、あれですあれです。僕は多分傷つけるかとかじゃなくて、わかりました、はい、ああ、じゃあ、あのテンションで乗り切ろう編でいいですか。なるほど、じゃあ石宮さん、女性役で一緒にやってください。はい、イエーイ、イエーイ。あれちょっと鼻毛出てんじゃん、ちょっと、ちょっと、受ける、鼻毛出て、はい、
かがでしたか、今の指摘を受けて。ですね、まあ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 、ストレートでいいんじゃないですか。傷ついたか傷ついてないか定かではないが、こっから持っていくの大変だな。いや、あれなんですよ、言っても言っても多分10代女子ってパリピだと思ってるんだもん。10代ですからね、みんなパリピだと思ってるから、はいはい、だってあの鉛筆転がしても面白いと思うから、うん、結構そのパリピだったらパリピな雰囲気でいければピースな感じで終わるかなっていう感じです。鼻毛ネタがまず難しい。はい、じゃあもうちょっと3人でもなかなか解決できないので、はい、早速このコーナー行きたいと思います。昼からランキング。今日のランキングはですね、傷つけずに鼻毛が出ていることを指摘する方法ランキングでございます。ランキングあるんだ。一応こちらで回答は用意してあったんです。アンケートによるとですね、実に50人中41人、 82% の人が鼻毛が出ていると指摘されたいと回答しております。その理由は帰宅後に気づいた時のやるせなさ、うん、その場だけの恥ずかしさっていうような、で済むからというようなことで、まあ、ほとんどの人が早く気づきたいというふうに思ってるんですけど、ただ今は3人でやってみたようになかなか人にこう教えるっていうのは難しいんですよ、ハードルが高いということで、うん、では第5位から、いい方法を、はい、まとめておりますんで、ありがとうございます、参考にしたいです、はい、皆さん勉強して参考にしてみてくださいね、はい、じゃあ第5位、はい、第5位ですね。これちょっと健太郎石根さんのに近いかもですね。鼻毛ではなく鼻水の方向に話を持っていく。へえ。ちょっと鼻水出てますよっていう。同じじゃないですか。これ女性が言うと同じじゃないんですか。鼻毛と鼻水どっちが嫌ですか。あ、確かに鼻毛が嫌かも。出てるの、そうね、そうね、そうです、うんうんうん、100を90にしようって話です。なるほど。まあ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 、ジャブです。第4位。はい、これもちょっとお二人の意見近かったと思いますけど、まつげのせいにしてみると。へえ、まつげついてるよ、落ちた手で。そうそうそう、はいはい、まつげが目から落ちてちょっと鼻のところについてますよという。これもう半回りに近いぐらい僕には納得してます。すごくね、それ。女性の人はつけまつげなんてされる方多いですから、はいはい、まつげよくほっぺたとかついてる人いらっしゃいますけど、それなんか鼻までいっちゃってるよっつって鼻息かっていうって言ってあげる。あ、なるほど。これいかがですか。あ、これはもうこれ結構すごい僕ピースでいいですね、好きですよ。あ、やっぱこれ傷つくとできたら何パーぐらいですか、島さん。この手でいくと、まあ、50% ぐらい。あ、だいぶ軽減、100から50ぐらいに今。あ、なるほど。どんどん軽減していきましょう。はい、第3位。はい、第3位。自分を犠牲にして気づかせる。これはですね、トイレ行って鏡見たら鼻毛出てたよ、俺って言うっていう。へえ、それな、優しいな、それ優しすぎるな。自分を巻き込むっていうやり方です。はいはい、これ、ケンタロウどうですか。恥ずかしいこと何パーぐらいですか。いや、40%ぐらい。1回ね、僕やったことありますよ。あ、あるの。あ、鼻毛出てるなと思って、うん、で、そしたらこう自分、ちょっとこう、自分の鼻を触るんですよ。はいはい、ちょろちょろって。したら相手もなんかちょろちょろ意識し始めて、うんうん、で、それで、なんかその、みたいな。で、鼻毛がピッて収まったっていう経験が僕はあります。あ、自分自身がね。出てるときにな。そうです。じゃあ、鼻毛出てますよっていうのが100としたら、今自分を犠牲にして大体4割ぐらいまで今落ち着いてきてますんで、はいはい、2位1位で一気に片付けたいと思います。はい、楽しみ。ね。第2位。はい、第2位ですね。逆ギレ。どういうこと？お前鼻毛出てんじゃねえよとか、ツッコミ要素を入れるっていう。それさっきのパリピの感じじゃないですか。ねえ。勢いでいっちゃいのやつじゃないですか、それ。これ、石上さん、この、うん、何パーぐらいですか、優しさって。今、70ぐらい戻りましたよ。ギャル切れパターンでしょ、うんうん、なるよね。相手女性ですからね。まあ、そうですね。仮にも、うん。それはちょっと、まあ、相手のキャラにもよるかもしれない。キャラだね。キャラによるね、これは。確かに。はい。あ、ちょっと2位。1位、ちょっと期待したいですね。1位はね、ちょっとね、これ、画期的です。多分その場にいる人みんなでこうその人を守ろうっていう体です。なんだろう、楽しみ。第1位参りたいと思います。第1位、
はい、本日のランキングは傷つけずに鼻毛が出ていることを指摘する方法ランキング第1位はですね、掃除機ゲームをやるですね。掃除機ゲーム、はい、そもそも掃除機ゲームなんですか。掃除機ゲーム、掃除機ゲームとか言って誰が一番鼻からたくさん息を長く吸えるか勝負するっていう。いや、これ鼻毛を収めるってやつですか。かっこダイソンゲームとも言う。へーメーカーの名前持ってきた一番よく吸うであろう吸引力を落ちない。それいけてる。俺3位4位ぐらいがちょうどよかったんだけど俺3位ぐらいですよ。もうそれでもうあ、そうですか。いや、どうですか健太郎、これ優しさ度で言ったら、優しさ度で言ったらいや、なんかもうはっきり言ってほしいな、それだと思いますよ。掃除機ゲーム言われたらね、でそれでも収まらなかった時のああどうしよう次どうしよう、ああ感動いてよりその場をなんかこう爆笑させるっていうそれもみんな楽しくなっちゃう。そういう周知なやつやね、周知プレイじゃないですか。もうアホでプレイみたいな。もういやなかなかやっぱ30分で片付けるのは難しかったみたいですね。難しいですね。はい、じゃあちょっと引き続きこのテーマについてはまた3人で、はい、番組通してはい、あの片付けていきたいと思います。はい、始まります。以上、昼からランキングのコーナーでした。さあ、今日はですね、ゲストにマトバクリエイトより坂本健太郎さん、そして、プロジェクトより清水さんです、よろしくお願いします。お願いします。お二人最近いろいろと、漫画読んだり結婚したりとお忙しそうですけれども、どうですかお仕事の方は。お仕事はですね、ちょっと今最近めっちゃ忙しかったんですけど、はいはい、もういろんなその動画の案件とかデザインの案件とかめちゃくちゃ受けてたんですけど、うん、それはようやくちょっと納品終わって今ちょっと落ち着いてて。なるほど。次はもっとね、 YouTube を使っていろんな人の役に立てていけるようなお仕事を今考えてます。マトバ TV の方も順調ですか。マトバ TV もですね、まあ順調でして、でラジオをやっていたんですが、ラジオはちょっと2月いっぱいで卒業させてもらって、はい、で今度からは海外のインバウンド向けに動画を撮ってみようかっていう試みをしようと今海外計画中です。いいですね、うん、本当このご時世動画でねいろんなことできると思うんで、はい、なんかやってみたいなっていう人がいたら、まあ、トーククリエイト坂本健太郎を訪ねて、はい、いろいろ相談してもらいたいですね。よろしくお願いします。はい、清水さんいかがですか。なんかさっきもいろんなとこ行ってたみたいですけど。そう、僕もいろんなことを広げまして、はい、その辺が今ちょっと大変してるぐらいですね。はい、そうですか。じゃあまあ毎日お忙しくというとことですね、はい、おかげさまで。そんな相談読むかいその相談読みます。まあ、お二人もね、ラジオをいろいろとご経験されて、はい、まあ、この番組はもう準レギュラーでございますけれども、はい、また今日はなかなか告知の時間取れませんでしたけれども、ありがとうございます。告知事があってもなくても、はい、また遊びにいらしてください。わかりました。遠慮なく、ぜひ遠慮なく、本当にその時にはちょっと鼻毛問題をまた片付けますんで。わかりました。次こそ決着をつけるぞじゃあ最後は掃除機ゲーム、それ流行るの本当に。いや、セイさんそれ僕もやったことないんで。そういうパターンです。じゃあ今やってみますか。あ、じゃあいいですよ。じゃあいきますよ、せーの。沖縄の魅力再発見、マトバ TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。 Twitter、Facebook も更新してますので、動画の概要欄のチェックよろしくお願いします。